愛すべき修士さんのすごい先行だったよ。かったですね、初めて先行してくれた初めて、うん、そう、うん、いやちょっとね嬉しかったですね、うん、はい、作戦会議ではそんなような素振り一つも見せなかったんですけど。あ、そうなんですね、うん、まあ、でもそういうのも考えてたとは言ってたんだけど、いつもそういうのと言いながらやらないのが多いんで今日はちょっとね嬉しかったですね。なんかホームストレッチで嘘だろうっていう、なんかうん、すごい気持ちよかった。龍一さん蓋して、うんうんうん、吉田敏郎に突っ張られないタイミング、ね、もう全部俺のために走ってくれたような、うん、多分そんな気持ちで多分あいつくを今日コンディション的には相当悪いから、先行流せだから、うん、どこも行かずない、はい、後ろついててもきついぐらいだから先行選手もっと辛いと思う。ただ修士のあのねホームからのねもう何もペースも考えない一瞬動き、あれは魂感じましたよ、はい、しびれますね本当、うん、ここはやっぱり近畿の地元でありながら、うん、まあ、今回千葉勢も、まあね、千葉勢がやっぱりなんとかね、中近畿勢というか地元勢を苦しめられる展開になれば、うん、まあ、面白いかなとは思ってるんで、まあ、昨日も宿舎でみんなでね、そういう話をしてたんで、千葉みんなでちょっとまとまれたらちょっと一矢報いることできるんじゃないかということで、はい、やっぱり開催の肝になりますからね、その地元勢の。まあまあ、そうですね、やっぱりもちろん地元の選手がね、盛り上がるのが一番いいんですけど、それに対抗する勢力もあってもまたいいかなと、うん、僕の地元の時はやめてほしいですけど、そうそうそう、まあ、いいスタート切れたので、まあそうです、まあ、油断せずあと3日間ね、あるんで、千葉でみんなで盛り上げて、はい、勝ち上がりもみんな上がったんでね、そうですね、はい、はい、そうです、じゃあちょっとここでね、僕の可愛い後輩、紹介しますから。はい、あ、今日まだこれから、はい、これからのね、僕の可愛い後輩の立川くんなんで、千葉の将来トースポチャンネル一つよろしくお願いしますね。お願いします。立川気に入ったらいいねよ。いいね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。